はい、こんにちは、上杉修平です。珪藻土下塗りが終わりまして、前の動画では隣の洋服の部屋だったと思うんですけど、こっち寝室側も塗るので、今日ちょっと寝室の方から始めたいなと思います。でですね、寝室今用事をしちゃってますけど、こういう腰壁がついてて、これちょっと完成したらお見せしたいなと思ってます。それに合わせて一回ちょっと全部白い珪藻土を塗っていきたいなと思ってて、クローゼットの方とはまたちょっと違う模様がつけられるようなタイプの珪藻土を今日は塗ってきます。ただ天井はローラーで、クローゼットと同じよう同じ珪藻土の素材を使ってやります。ということで、まず天井から始めていきたいと思ってます。天井と壁を分ける理由とかっていうのは、天井と壁を分ける理由はですね、壁を塗るような左官の固定、あれを天井でやるのは初めての僕には無理かなと思って、なんかこう上向いてこうやってるイメージがつかない、顔とかに落ちてくる想像しかつかないそう、だからちょっとコロコロやるしかないなっていう、難しそうだなっていう理由だけです。多分それができる人とか上手な人は天井にも左官ごとで模様をつけられたら、それこそ寝室なんで可愛いだろうなと思うんですけど、あ、でも確かにね、上の行った時に模様あったら可愛いよね。でも何にせよ左官の方も1回目は下塗りで薄く塗って、2度目の塗りで模様をつけるらしいんですよ。だから1回天井はこのコロコロでペイントで薄く塗って、その後壁を左官でやって、慣れてきていけそうって思ったら天井も模様付けやります。まあ希望はそれです。やれたら一番いいですね。まあそんな感じでやってきます。上杉修平のサードプレイス。絶対に汚れるので、汚れてもいい服でやった方がいいと思います。おお、すごい。え、結構ドロドロな感じですか？結構ドロドロですね。いいよ。ちょっとこれクローゼットの方も使うんで、こんぐらいにして。ということで天井からいきます。いいよ、いきます。おお、便器と一緒っすね。こういう天井を過去に塗ったことあるんですか？便器とかは。あ、でもこの緑がもともと自分で塗った便器なので、覚えてますけど、本当に大変でした、塗っていくの。5分でもやりたくないって思ってた。やってますね。やってるね。難しいんですよね、なんかムラができちゃったりとか。全然うまくできない。これムラとか気をつけることとかありますか？俺も知りたい。ムラとかって綺麗にまっすぐ塗っていくことなのかなと思うんですけど、いつもムラだらけになっちゃって、なんかそれは味だなって思ってたんですけど、やっぱムラがない方がかっこいいよなとは思います。移動よいしょ。これってどのくらいで乾いたとかあるんですか？1日ぐらいらしいんですけど、それこそ乾ききっちゃってから用事を任すとポロポロ落ちちゃうから、乾ききる前に用事とか出さなきゃいけない。あ、そうらしいです。これって緑出てきたりしないですかね？でもまあここら辺若干緑いますよね。でただまあ2回、半乾きぐらいでもう1回上から塗れば出ないといいなと思ってますけど、ただそれが出ないための下地作りでもあったと信じているんですが、どうなんでしょうね。でもペンキでこの天井の緑を塗った時も、はい、もともと白っぽいグレーだったんですけど、はい、3度塗りぐらいしたんですよ。それがずっと出てきちゃって、だからまあ何回か重ねていくしかないのかもしれないですね。これはこれが欲しかったな。この周りだけ、こういう細かいところやっぱ筆でやった方がいいんですけど、
じゃあコンセントの周りとか、なんだろう、壁の際とかは最初筆で周りを塗ってから塗っていくと楽です。っていうか絶対そうするべきです。これを天井塗って壁塗ってる間に半乾きぐらいに待ってくれれば壁終わりで2度目の塗りを天井できるかな。思ったより白くないんですよね。これがクリームっぽい。乾くと色が全部変わるみたいです。薄くなるらしい。今ちょっとカメラで映るか分かんないけど真っ白ではないんですよ。ちょっとクリームっぽいんですけど、乾くとクリームじゃないや、白っぽくなるはず。一回ね、これで終わりね。はい、これで重ねてもう一回塗れば大丈夫なんじゃないですかね。はい、じゃあ天井1度目の塗りは一旦終わりで壁塗りに移行します。よし、はい、ということで壁塗りに入っていきます。そしてこれの塗り方がちょっと不安です。ここにベッドってこうらしいですよ。でこれも2度塗りするので、あ、同じ素材で、そう、1度目はほんと薄く伸ばして2度目でちょっと厚く。これ薄くだから均一にするのが難しいの。あ、これ俺でも好きかも、楽しい。でこういうなんか絶妙な模様に、模様っていうかこの固定跡ができるみたいです。なんか若干グレーっぽいですけど、いや白くなるんだろうか、可愛いから。とりあえず面も全部塗ってきます。でもやっぱさっきのよりもったりしてる粘土みたいです。ゆるい、これあのゴム手袋つけて手でやるのも面白そうでしたよ、模様。それは2度目ってことですか。2度目、1度目はなるべく薄く、1度目で完結させちゃおうかな。もうちょい分厚く塗って模様はどうしますか。模様というか1度目ででもこのある程度こういうなんか模様っぽいのつくんですよ。模様っていうかなんかもうこれで結構僕はイメージ通り、じゃ通りなんで、まあちょっと一回何せ塗ってって考えると。これはどのくらいで固まるんですか。これも1日2日っていう風に聞いてます。なんか薄いところが固まってきたのか、なんかジャリジャリしてきた。本当ですか。うん、ジャリっていう。これ隅っこ難しいですよね。そう、隅っこはなんかギュって押してやるらしい。なんかこれをつけてギュって押してつけるって書いてあったんですけど、どうですか。むずい、力加減が難しいです。押しすぎちゃうとニュって出すぎちゃうし、結構相当優しく。よし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 、もうめっちゃいい感じですね。ねえ、なんか適当にこうやってやってるだけで模様になるのいいですね。いろんななんか技法があるみたいです。櫛とか使ってこうなぞって波模様をつけたり、子供とかと塗ったら子供がペッて手やって手形つけといたりとか、いろんな塗り方もいろいろあるみたいです、はい、でもそういうの素敵ですよね。ねえ、思い出にもなるし、どんな風に塗ってもとりあえずどうにかなるから子供とかとやったらいいかも。楽しそう。お父さん必見ですね。お父さん必見、お母さん必見子供必見。誰かとワイワイやったらきっと楽しい気がします。これはそうですね。汚れるのも
途中ね、そういうの顔とかにペーとかやっちゃってね。よし。よしよしよし、薄いとこないな。で、こう、取るんですよ、はい、こんぐらい左は壁についてて、はい、右が浮いてる状態で、はい、こっちにスーッと滑らすっていうのをもう繰り返しっていう感じ。はい、よいしょ。だいぶ暗くなってきましたね。ああ、この暗さ辛い。結構また足りないっていうのが出てきましたね。ね。お、最後。最後ですね。今日のとこは軽装度も足りなくなってきた。ここまでにして動画外で塗っときます。完成しました。めっちゃいいっす。ちょっと時間空いちゃってあれなんですけど、すごいいい感じですね。どうですか、何点ですか。70点おかな。なんかもっと雑さが味だと思ってやったっすけど、ちょっと雑すぎるっていうのがマイナスポイント。それも味っちゃ味なんですけど、もうちょいパターン決めて工程で塗ってくっていうのはやってもよかったかなと思います。ただまあ初めてだったんで、ここの壁結構100点正直。全部が左から右に行ってる流れがあって、ここはすごい好きです。ここ最初に僕が手つけた方とかは分かんなかったのもあって、左から右と下から上に行っちゃってるのとかが混ざりすぎちゃったかなっていうあれはありますけど、でも基本的にはバッチリです。でも最初下塗りしてた部屋はローラーでやったんですけど、そっちはこういう模様もなく真っ白に仕上がってて、ただやっぱ模様つけると時間はかかりますけど、絶妙に陰影ができて面白いなと思います。ということで、やっと寝室がうちは完成したのでいいですね。こういう腰壁ってのもつけてデザインにこだわったものがついたり、照明もついこの前取り付けて本とかも読みやすくなりましたし、ベッド、マットレスもやっと気になってたマットレス買いましたし、快眠生活してます。実際珪藻土の壁はどうですか。湿気吸ってくれてる実感はないです。全然湿気吸ってんなって気しないんですけど、まあでもそんなもんなんですかね。まあでもデザイン性がいいので僕はそれだけで十分満足してます。まあ、エアコンもあるしね。でも見た目がすごい好きですね。この感じはちょっとリゾートっぽいからいいかな。まあ、直したいとこ結構あるっちゃあるんですけど、やり始めるとキリがないんで。珪藻土塗り初めての体験でしたが楽しかったですね。なんか子供とやっても面白いだろうなと思いますし、大人がやっても夢中でやれちゃう、なんか深い世界なんだなと思いました。また機会があったらやってみます。さよなら。